栗山さん、はい、はい、長嶋選手センター前でよく言われるんですが、はい、今日の最初の打席、カーブをですね1球目思い切って打ちましたよね、はい、変化球お前には変化球ばっかりなんだと言われたんですけど、なかなかタイミングが足並みちょっと違いますか。ですからね、先ほど6回裏のね全力投球でね、この回はホッとしたと思うんですよね。1回から始まるわけですから、この辺がフォークボール、シュート、まっすぐで来ましたからね、はい、そろそろですね。駒田が掴んだそのままベース、ランナーは釘付けになってね、はい、やっぱり今のワンエンド2からの止めて持ってるということがちょっと僕は疑問だなと思うんですね。ああいうところで素直にセンター返しを狙えるような状況にやっぱり熊代を頭の中入れて打たなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですね。あれは引っ張りにかかるようじゃちょっと問題ですよね。さあチャンスに杉浦登場。なんとこの杉浦、巨人戦の打率は4割5分8厘という高打率です。24打数の11安打、ホームランも2本放っています。4割5分8厘、もう相性のいい芸に入ってくるわけですから、渡辺とっても相性が悪い、さあカウントノーツー、そういった頭の切り替えができるかどうか。いやね、頭の切り替えというのもね、ボールがね悪いですからできませんよね。さあフェースの杉浦選手ですが、さあ2エンド2です。手を出してトップフライは三塁のファールフライ。